今日午後、浜松市東区で廃材や建物を焼く火事があり、一人がやけどをして病院で手当てを受けています。警察や消防によりますと、今日午後4時ごろ、浜松市東区白鳥町で周辺の住人から黒い煙が上がっていると通報がありました。火は廃材や建物に燃え広がり、一時は大量の黒煙とともに炎が確認できましたが、現在はほぼ消し止められた状態です。この火事で一人がやけどをして病院で手当てを受けていますが、命に別状はないということです。